エクリプスパブリックライセンスはオープンソースのソフトウェアのライセンスの一つでエクリプスファンデーションによりそのソフトウェアであるエクリプスなどのために使用されている。イップルは IBM のコモンパブリックライセンスの派生であり特許の訴訟に関するいくつかの用語を変更している。エクリプスパブリックライセンスはビジネス向けのフリーソフトウェアライセンスの一つとして設計され、 GPL などの同時期のライセンスより、提供の際のコピーレフト性が弱められている。イッ p l ライセンスされたプログラムの受領者は、使用、修正、コピーや、修正したバージョンの配布ができる。しかし、修正したバージョンを配布する場合は、ソースコードの入手方法を示すなどの義務が生じる。イッ p l は、オープンソースイニシアティブによって承認され、フリーソフトウェアファンデーションによって、 フリーソフトウェアライセンスの一つと認められている。Apple は CPL をベースとしているが、二つのライセンスの間には以下のいくつかの相違がある。ありがとうございます。